皆さんこんにちは、内藤です。ということで本日は久々の一人旅に行きたいと思います。今回行く場所はですね、新潟県になります。ブログで行くのはね初めてかなと思うんですけど、なんでね今回新潟を選んだかというとですね、新潟県にですね生体のゴッドハンドがいるらしいんですよ。僕ね昔からね首がねすっごい凝っちゃうんですよね。でそこのねゴッドハンドの方はこの背骨をまっすぐにして、そういったね歪みをね直すねものすごい技術があるらしいんですよ。まあなのでね今回はね遠出をして新潟までねその施術を受けに行きたいと思ってます。でそのついでに1泊2日で新潟ねいろんな美味しいものとかね観光名所を巡っていきたいと思います。それでは早速向かいましょう。はい、ということで、例えばね東京駅に着きました。ここからね新幹線に乗ってね約2時間ぐらいね新潟を目指していきたいと思います。で今回ね基本的にね僕一人でね行動するんですけど、ちょっと付き添いでね弟もいるんでね、ちょっと途中でねかっこいい映像もね差し込みたいと思います。ぜひお楽しみに。さあそれではまず新幹線の切符買って、やっぱり、ね、駅弁買いたいと思いますね。それが旅の醍醐味ですから、ちょっと駅弁見に行きましょう。やばい、新幹線の出発まであと10分しかない。ちょっと急いでね駅弁屋で買い出しに行っていきたいと思います。これいいね、お肉と海鮮がね2つになってる。これにしよう。ちょっともう適当に買っていこう。めちゃめちゃ混んでる。よし、駅弁ゲットしました。で今ねちょうどファンの方だってね、その方はね新潟からね東京に来た方でしたね。偶然です。僕たちは今から新潟に向かいます。さあ時間がない、急げ。さあ焦れ焦れ、オッケー、行くぞい。こっちだ。やばい、めっちゃ走ってる。よいしょ、来た。よいしょ、ということで1分前に乗ることができました。ドタバタすぎ、波乱の幕開けですね。ということで駅弁の方いただいていきたいと思います。これ珍しくてですね、2つに分けて食べられるっていうね。こっちが牛丼弁当で、こっちが海鮮弁当ってことで、ね、2つに分かれてるんですよ。じゃあ分けていきます。こういうふうに、あ、真ん中で分かれてる。で、あ、パカッと割れる、面白い。ちょっと食べたい時とかに便利。めっちゃ可愛いんだけどサイズ感が。で、パカー、いいね、全然違う2つのね種類が楽しめるから飽きないね。ツイッター読み。じゃあまず牛肉弁当からいただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。タレがめちゃめちゃ甘いのよ。だからね白ご飯とめっちゃ合う。このね牛の細切れとそぼろがね2パターンあってね、食感も楽しめます。それでこちらの海鮮、うわーこれもいいね、盛りだくさんで。イクラと鮭、いただきます。イクラもね、あのたまに弁当でまずいイクラってあるんだよ。これちゃんと塩気が効いててめっちゃ美味しい。イクラこの弁当もマジでおすすめ。これかなりうまい。どっちもねクオリティ高いです。新潟に着きました。人生初のやっぱ新潟ですね。あの俺行ったところとか着いてから、あれ来たことあったかなってね記憶違いがあるんですけど、新潟は降り立ったの初めてです、この駅前にね。で気温最高です。もう半袖でちょっとひんやりするぐらいで、活動しやすいね天候で最高です。グッド。でこちらがね新潟駅前なんですけど、すごい開けてますね。で何よりいいのは人が少ないっていうところがすごくいいです。この緑が多くて綺麗な街並みで人が少ない、これがね最高にいいポイントですね。東京だともうごちゃごちゃしてんすよ、人だらけだ。こういう風に撮影もめっちゃしやすいです、ありがたい。ということで、まずはじめはですねホテルにチェックインしようかなと思います。まあホテルどこも予約してないんだけど、ちょっと歩きながらね適当にね見つけたいと思います。ということで、ホテルの方ね探していこうと思うんですけど、俺がね地方に来た時にまず第一候補としてあげるのは道民です。道民のビジネスホテルは
サウナと露天風呂がついてあるところが結構多いんですよ。今ねビジネスホテルでもねお風呂入りたいんですよね、大浴場で気持ちよくね。なので新潟駅周辺の道民からまず調べて空いてるかどうかね確認していきたいと思います。いやーめっちゃいい天気、見てお空が綺麗。そして見つけました、僕の大好物こちら、じゃじゃん、道民院でございます。天然温泉がついた道民、しかもね新潟のめっちゃでかいわ。うわーこれはね温泉もサウナもね期待できるんじゃないかな。今日空いてるかどうか頼む、空いててくれ。ここでねちょっと部屋を確保したいと思います。行きましょう。さあということでチェックインしてきたけど、おもろ、え、ここさ中が吹き抜けになってんだ。うわ怖いよ。この形の道民は初めてだ。で上もこういう風にね吹き抜けになってて青空が見えますね。はい、ということで本日僕の部屋は510ですね。510510、はい510ここだ。はい、さあそれでは510の部屋オープンのスキン、じゃんじゃん、よいしょ。はい、カードキードン、歯ブラシドン、鏡チェック、OK! ということで、チェックインね、無事に完了しました。二人一部屋にしようかと思ったら、一人一人の部屋とね、そんなにね、金額大差なかったんですよ。2000円くらいしか買わなかったんで、もう別々の部屋にしました。じゃあ、それでは早速、道民。俺が大好きな道民のね、部屋を見ていきましょう。さあ、行きます。まずこちら、右手側が入ると、真っ暗ですが、つけるとトイレですね。はい。あ、結構ね、広いですね。ビジネスホテルのトイレにしてはね、めっちゃ広いような感じがしますね。はい、清潔感もグッドです。はい、そして閉じて、続いてこちらですね。引き戸になってる。これも珍しいね。和室なのかな？オープノスケーン。あら、狭いけどね。なんか、ログハウスみたい。木だよ、これ。天井からさ、あっちの壁に向けて木なんだね。ぬくもりを感じて、ちょっとしたログハウス感もありますね。ただ、部屋の大きさはめちゃめちゃ狭いです。めっちゃ狭い。いや、ほんとにね、ベッドが一つと、この机と、この間にね、移動するスペースぐらいしかないですね。なので、皆さんにルームツアーで紹介するところはもうありません。すべて紹介しきりました。特徴的なところはもうありません。ただですね、いいのが、めちゃめちゃ安かった。一泊なんと、6000円です。6000円で大浴場とサウナがついてて、あと道民は夜泣きそばっていうね、お蕎麦がね、夜無料で振る舞われるんですよ。そういった特典考えたらね、めちゃめちゃコスパいいなと思います。俺、あんまりね、部屋大きくなくていいんですよね、泊まるとき。なんか長期滞在するんだったら広い方がいいけど、一泊だったら外に出る時間の方が長いんで、部屋の大きさとかあんまりこだわりないんでね。だから道民好きなんですよね。じゃあちょっとね、こじんまりとはしてますが、恒例のあの行事行きましょうか。はい、ということで、行きますよ。皆さん、テレビ用紙よろしくお願いします。危ない、狭すぎて、なんか頭ぶつけそう。はい、こじんまりとしたベッドダイブで行きたいと思います。せーの、ひょん。ベッドは少し固めですね。決まった。新潟でも決まりました、きちんと。まあでもね、新幹線の移動だったから楽でしたね。これ車で来てたら、もう着いた瞬間ね、バタン急だったと思うんですけど、やっぱ新幹線で来たから余力があるんでね、この後もね、街の方、ブラブラしていきたいと思います。そしてその後にゴッドハンドに会いに行きたいと思います。お楽しみに。ということで、ホテルにね、荷物を置いてきて、今外に出てきました。やっぱね、お昼ご飯ね、ゴッドハンドに会いに行く前にね、食べようと思うんですよ。ただね、新潟の名物って意外とパッと出てこないんだよね。で、調べたところ、こちら。はい、ここにお店ありますね。新潟の郷土料理、やっぱね、へぎそば、これが結構出てきた。あとはのっぺ、のっぺってなんだ、のっぺ汁みたいなの来てるね。夜ね、ここの店来てもいいかも、新潟の郷土料理。うん、で、あとはですね、タレカツ、タレカツがね、結構駅前のお店がね、あるってことなんですよね。なので、まあ昼はね、ちょっとタレカツを食べようかなと思います。俺ね、甘いタレがご飯にかかったのが一番好きなんですよ。さっきのね、あの弁当を食べた時みたいに。なのでちょっとね、タレカツのお店探していきたいと思います。さあ、ということでありましたね、守り続ける伝統の味、昭和40年創業、新潟タレカツ丼、とんかつせいちゃん、
40年、昭和40年だからかなり歴史あるね。じゃあちょっとここでね、名物のタレカツいただきましょう。めっちゃ綺麗なお店だ、とんかつ清ちゃん。じゃあちょっと入っていきましょうか。あ、いいね。うわ、タレカツがね、前面に押し出されてて、あ、いろんなのがある。いろんな丼物メニューがある。いろんな丼メニューがあるね。よし、行ってみよう。ということで、タレカツいいセット見つけましたね。こちら新潟運命門三昧セット。これで新潟のタレカツとかのっぺとか結構網羅してるんだよね。笹団子ってのもね、おなじみなんだね、これ。なのでちょっとね、このセットを頼んで、まあ、新潟をね、満喫したいと思います。はい、楽しみです。ということで、届きました。めっちゃ美味しそうなセットです。ご覧いただきましょう。こちらです。じゃじゃ、はい、こちらがですね、運命門三昧セットでタレカツ、そしてこれがですね、あ、まあ、季節の小鉢ですね、もずくっぽいやつと、これがのっぺ。新潟だとね、お正月の三が日に出されるらしいですね、郷土料理。まあ煮込みみたいな感じなんだけど、ちょっと、ね、冷たいんだよね、これ。冷たい煮物みたいな感じかもしれない。それでこれがいちご味噌の味噌汁、これが全部でセットになってます。ということで、こちらまずタレカツ丼からいただきたいと思います。このね、薄いカツがね、特徴だよね。新潟ではね、卵でとじないカツ丼がね、当たり前らしいですね。この薄さ、サクサク、いただきます。普通のカツ丼より俺好きだわ、こっちの方が。やっぱ甘いタレと白いご飯って最強なのよ。うまい。あと薄いからサクサク感がすごい。カツって分厚いと美味しいけど胃もたれしちゃうんだよね。でもこれぐらい薄いとサクサクと何枚もいけちゃう。だからご飯が進む。じゃあ続いてこちらののっぺいただきたいと思います。冷たい煮物みたいな、すっごいね、ひんやりしてんの。入れます。味は通常の煮物とそんな変わんないかな。うん、ちょっととろみがついてて、ただやっぱ冷やしてあるっていうのがちょっと斬新かもしれない。関東圏の人は煮物ってあったかいもんっていうのが先入観としてあるから、そこは大きな違いですね。あときくらげとかもね、入ってる。で、あとはこちら、越後味噌の味噌汁です。やっぱ米どころですからね、新潟はね。味噌も美味しいはず。いただきます。あったまるわ。はい、ということで食べ終わった後、最後デザートはこちら、笹団子アイスです。笹団子も新潟の名物なのかな。笹団子をそのままね、アイスにしたってね、買って買った。餅が入ってんだ、だから硬いんだ。凍らせたお餅が中に入ってる、それがアイスなんだ。すごい、餅がグミみたいな食感になって美味しい。さあ、ということで美味しいタレカツ丼もね、食べてきまして満腹。そしてこの後はね、ついにゴッドハンドに会いに行きたいと思います。さあ、果たしてね、その腕前のほどはいかに。まあ院内はね、撮ることはできないと思うんでね、感想を皆さんお待ちくださいませ。ということで、偶然ね、通りかかった橋の下の公園のね、こちら幸公園なんですけど、ものすごい怖いことが書かれてる。みんなの公園です。大切に使いましょう。これわかる。次、人の話し合いはやめましょう。人の話し合い怖いて。ここでは頻繁にね、人の話し合いが行われてるんですかね。皆さんも人の話し合いにはね、気をつけましょうね。歩いてきて疲れた。はい、しゃー。ということでね、早く着きすぎたんで、ちょっと時間をブランコに乗って潰しております。まあただ怖いですよね、人を放し飼いにするなって言ったり、あのブランコにね、このグラサンかけたアラサーの人がね、座ってたり。これは怖い公園ですよ。皆さんお気をつけください。めちゃめちゃ綺麗な河原があった。素敵。なんかドラマとかの撮影で使われそうなぐらいね、開けてて気持ちいいですね。ずっと奥まで続いてる。これは気持ちよくていいわ。はい、ということでね、施術終わってきました。でですね、確かにゴッドハンドっぽかったです。施術自体はね、10分ぐらいですぐ終わるので、10分した後に20分間休んで、もうそのまま体勢のまま寝てくださいって言われて、で施術は終わりです。で、具体的にはね、何をやられてるのかよくわかんないんだけど、なんかね、いろんな方向に体を曲げてもらって、で最後にね、首のところにね、ポンと打つんですよ。それで整うらしいんですね。で、一番特徴的なのはね、終わった後に自分の体がね、歪んでるような感じがするの。自分のね、脳で背骨がね、まっすぐっていうことをね、制御してるつもりでも、もうそれが初めからずれてると、それが正しいと思っちゃうらしいんですよ。だから今違和感あるのは、それがね、正常に戻ってる証らしいんですよ。まあただプラシーボでそう感じてるだけかもしれないから、俺はもうね、リアルに率直にね、意見を言いたいんで、次の日ですよね、
1日経って寝つきとかが変わってるのかどうか、そこをねまた明日お話ししたいと思います。まあ、とりあえずね今終わった感じはね、ちょっと軽くなったかなみたいな、受けに来てよかったなみたいな、そういう気持ちになってます。さあ、ということでね、すっかり夜になっちゃいました。整体からね、帰ってちょっとね、熟睡しちゃいましたね。なんか知んないけどね、眠くなるんだよね、終わった後ね。なのでね、体調回復したんでね、夜ご飯食べていきたいと思います。探してるのはですね、やっぱヘギそば、新潟名物ヘギそばちゃんをね、食べに行きたいと思います。ということで、見つけました、須坂屋そば。こちら、これヘギそばなのかな。あ、ヘギそばだ。ヘギそばってね、こういう風に盛り付けるんですよね、特徴としてはね。で、ここがね、夜遅くまでやってるってことなんでね、行ってみたいと思います。ということで、ヘギそば、これ普通のそばと上に海苔が乗ってる花巻手振りそば、まあ、これ2つ頼むかな、せっかくだから。あとは新潟の味の三昧セット、これを頼みますか。ということで、届きましたヘギそば、ご覧ください、こちらです。じゃじゃじゃん、美しいね。そしてこちらがね、三昧セットですね。油揚げ、のっぺ、そしてエゴだっけ、エゴ、サドエゴだ、サドエゴ、これがなんか煮こごりみたいなやつだよね。これのセットを食べていきたいと思います。こちらも油揚げ、醤油で、新潟に油揚げのイメージ全くないけどな。いただきます。違いがわからんでも普通のなんか油揚げちょっとスカスカな感じがするな。これ相手なのかな、ちょっと乾燥度合いが高い感じがする。もう完全にね、揚げ切っちゃってる感じだね。うん、全然わかんない。そうそう。続いてこちらのエゴ、これ初めていただきます。あ、酢味噌だ。エゴ自体はちょっと磯の香りがするって感じで、そんなね、癖はないね、味に。酢味噌の味が一番強い。で、やっぱのっぺだね。冷たい煮物、のっぺがこちらに参ります。じゃあちょっとメインのヘギそばいただきますか。こちらヘギそばやっぱね、ヘギそば歯ごたえがね強いと思うんでね。それじゃあいただきます。はい、みんな口開けて。あれ、そんなに腰が強くない。あれ、俺が食べた店だったからなのかな。あら、これヘギそばってすごい硬いもんかと思ったけど、そこまでね、硬いわけじゃない。それよりもどっちかっていうと風味がね、高いのが特徴的。店によって結構違うのかな。うん、ヘギそば調べたら、つなぎにレモノリという海藻を使ったそうなの。で、ちょっとヌメ感ない。ちょっとヌメっとした感じがある。普通のそばよりもちょっとヌメっとした感じがあって、それが特徴なの。なんか食べたら違うところに注目した。そこの店がたまたま歯ごたえめっちゃ強かったかもしれない。ちょっとね、ぬめり感があるんだよ。それがね、ちょっと不思議な食感っていうか、噛むとその海藻のね、ぬめりっぽいのが出てくる感じ。おはようございます。ということで、突然の朝ですね。昨日ですね、あの整体のおかげなのか、めちゃめちゃね、ぐっすり眠れたんですよね。だから寝る時の映像が残ってないです。もう部屋に着いたらバタン9でした。はい、ということでね、チェックアウトの時間になってね、ドーミーに行ってきました。あの、一つ皆さんにお伝えしておきます。新潟駅前のドーミー、めちゃめちゃいいです。めっちゃ素晴らしいです。何が素晴らしいかっていうとね、男性は10階にね、露天風呂があるんですけど、もうスーパー銭湯ぐらいの充実感。まあ、スーパー銭湯は言い過ぎかもしれないけど、内風呂、そして露天風呂、そしてサウナ、水風呂ちゃんとついてる。これでね、1泊6000円はね、めちゃめちゃ安いです。部屋は狭くても俺は大満足。やっぱドーミーね、今んところ最強説あるわ。これ旅先ね、ドーミー行っちゃうよ、サウナ好きのね、人とかね。さあ、ということで、ドーミーを後にしてね、今ね11時なんですよ。なのでね、まあ朝昼ブランチかなを食べに行きたいと思います。で、どこに行こうかっていうとですね、昨日実はですね、視聴者さんに会ったんですよ。男子高校生2人ね、ガタイがいい野球部のね、2人に会ったんだけど、なんかここら辺で美味しいとこあるって聞いたら、あのラーメン屋、よく行くラーメン屋が美味しいですってね、教えてくれたんですよね。で、調べたらね、そこのラーメン屋はね、新潟でね、いくつか店舗があるところで有名なのかな。ちょっとね、そこに行ってみたいと思います。シャカラだ、シャカラっていうね、シャガラ
ていうラーメン屋ちょっとね行ってみたいと思います。ということでありました、ジャカラ2011年新潟ラーメンランキング、こってり第1位。どう、朝からこってり食べてみよっか、せっかくおすすめされたし。うん、そうだね。でも新潟で1位ってことはね、これやっぱ美味しいんだね。ね、今も並んでるし ね。どうしよう、痩せてやった。安いね。そうだね。チャーシュー麺か。並んでるとかと思ったら、おばあちゃんが座ってるだけだった。確かにおばあちゃん、こってり食えないよな。確かに。ということで届きました。チャーシュー麺。めっちゃうまそうだね。背脂がめちゃめちゃたくさん入って。じゃあこれいただいていきますか。じゃあいただきます。チャーシューから。いや俺でも絶対あんなね、うわ、濃い味が染みる。そして麺は太麺です。麺もね、太麺で小麦の香りがね、すごい噛むたびにね、味わえる。背脂たっぷりだけど、スープはね、そんなにね、濃い味じゃないんですよ。だから背脂とちょうど合わさった時に、いいバランスになる。こってりでね、食べきれないかもと思ったけどね、意外といけちゃうわ、ペロリと。いやでも本当にね、背脂とスープがあっさり系なんで、ちょうど合わさって食べやすい感じになってます。ということで、高校生たちをありがとう、ごちそうさまでした。ということで、最後はこちら新潟県民憩いの里心、こちらでお土産買っていきたいと思います。さあ行きましょう。カステラが有名なんだね。いろいろある。え、醤油カステラとかある。珍しい。酒かすと。ぜひ一つずつ買ってみましょう。さあ、ということで新潟ともお別れの時間が近づいてきました。帰りの新幹線に乗って東京に向かいたいと思います。ということで、ただいま新潟から帰ってきて東京駅に着きました。いや、1泊2日でね、結構ね弾丸だったんですけどね。新潟の美味しいものはね結構食べれたかなと思います。横井はね、やっぱ観光名所ね、もうちょっと足を伸ばしたところにも行きたかったんですけどね。まあまた今度の機会に行きたいと思います。綺麗な街でいいところでした。ということで、まだね見たことない一人旅シリーズもねある方は概要欄よりチェックしてみてください。クリックしてみてね。次回はあなたの街に行くかもしれません。ぜひチャンネル登録、そして目指せ3000いいね、グッドボタンを押してお待ちください。それではまた次回の一人旅でお会いしましょう。またね、バイバイ。